1週間だけなら。はい、じゃあちょっと会話してみて。なんで僕らの入れ替え相手がアンカレなの？クラス内でランダムらしいです。いやだ、あのヘラヘラ男が今メイちゃんの隣でヘラヘラしてるなんて厚かましい。キエー、ヘラヘラ男。まさかナナミ君たちと入れ替えになるなんて。部屋は普通科へ行った人たちの部屋を使うんですね。コン君のことはできるだけ考えないようにしよう。精神が持たない。あのヘラヘラ、めいちゃんに手出したら許さない。そんなことしません。考えないようにしてるのに。コン君が好きなのは私です。そうだね、今はあんたが好きかもしれない。でも考えてみてよ。めいちゃんの方が可愛い、賢い、魅力的、心変わりされるに決まってる。そんなことないです。自信持って言える？言えますと思うけど。とてもいい発表だったよ、鴻上くんと牛若さん。AI の進化による雇用現象の問題についてよくまとまってる。メイの知識が豊富だったから。お世辞やめろ。コンの方がいろんな視点持ってた。期間限定なのが惜しいくらい優秀なペアですね。担々麺？辛いの好きなの？いくら辛くてもいける。ここ裏メニューで10倍の辛さのやつあるらしいよ。マジ？あ、でもお腹壊すかもしれないしやめとく？なめんなよ、完食するわ。おばちゃん、10倍一つ。そう来なきゃね、頑張れ。ちょっと、なんで息が合っちゃってんのさ。ギヤー、知りませんよ。もともとコン君は女の子相手だと誰とでもそつなく仲良くするから意外ではないけど、それでも特に気が合ってる気がする。指くわえて見てろ。あ、まずい、めいちゃんが自分でタンタン麺を運んじゃう。何か問題でも？めいちゃんはね、ああ見えて極度のドジっ子なの。そこが可愛いんだけど。10倍の辛さが。大丈夫、やけどしてない？ここ片付けとくから着替えてくれば。触んな、自分でやらかしたんだから全部自分で片付けるわ。なるほど、人に借り作るのが苦手なら後で俺のお願いも聞いてよ。はあ、それならいいでしょ。変なやつ。すごい、あの狂犬牛若さんを手なずけてる。性パートナーのナナミ君はいつも火に油注いでる感じなのに。入れ替えた方がいいペアかもね。っていうか、鴻上君がパートナーなら誰でもいいペアになれる説ある。あるある。ウィコン第7巻9月24日金曜日発売パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンや